くよ。グー。タレントの喜舎場泉さん、はい、グー。母初子さんが認知症を患って10年、長い間自宅で介護してきました。誕生日がわからなくなるし、年齢ももちろんわからなくなる。まさか自分の母親がなるなんてもう全然想像もしなかったですね。すごく受け止めるのがもうきついというか、もうなんだろう、ショックでしたね。去年ニュースリンクの特集で母の認知症と介護の日々を初めて世間に公表しました。死にたいとまで考えた介護体験をこれからは笑いに変えたいと、認知症のコントに挑戦する姿は大きな反響を呼びました。あれから半年余りが経ち、泉さんには放送を見た人から認知症コントを私の町でもやってほしいと依頼が相次いでいます。相棒役のユーリキアーリキアさんとともに各地を回るようになりました。誰もがいつか直面する可能性がある認知症の問題、関心は高く、毎回座れない人が出るほど会場に人が溢れています。やはり皆さんに、何ですかね、私は笑いを届けたい。笑ってほしい。で、同じ、時間を皆さんと一緒に共有したい。6回目となったこの日は、泉さんの地元、与那原町での開催です。客席には泉さんと母初子さんのことを長年見守ってきた地域の人たちの姿もありました。泉さんも毎日来てもうご飯作ってあげたりとか、そういうお世話をしてるのを見てきているから、やっぱ今日ちょっと楽しみだなと思って。それとあのお笑い、そう笑おうと思ってるね。一番大事よねこれね。ニコニコ笑って帰りたいね。認知症になったから悲しいんじゃなくて、もう笑って、笑いと忘ぐらいのあれないとね、うん、笑いたい、泉さんとね。今日もまた母の認知症をコントにして笑いを届けます。はい、デイサービスの人、あれ迎えに来ているよ。デイサービス来てるのはいいけどよ、あんだよ。なんで靴下は、え、母ちゃんよ、はい、さっき母ちゃんに渡したさ。取ってない、見てごらん、あんたカルビされんろやな。母ちゃん、ほら、あるさ、あれ、え、ほら、え、え、あ、まさかあんた、ほら、あれ、こっちにもある。え、あんたから一つじゃないの。いい、こっちにもある、またこっちにもあるんじゃないの、あれ。まさかやんた、あれ、あれだ、売り、こんなにいっぱい。雨降りそうだ。あ、うん、だから傘持って、はい、あ、じゃあ行こうね、はい、気をつけて、じゃあ行ってくるよ。はい、行ってらっしゃい。チャッサム町が同じ境遇で苦しい思いをしている人たちと笑い合えるような場所を作りたい。そんな泉さんの思いは形になりつつあります。どうしてもいつまでもしっかりした親が自分の頭の中にいるので、どうしても当たってしまうの分かるんです。何回いいね、若いが鹿島さん、本当に分かります。でもこれがちょっとした切り替えです。切り替えで受け入れたら毎日の生活がコントのように笑えるようになったんですよ、本当に。この日は地元ということもあり、初めて母初子さんを招待していました。前に行こう、はい、母ちゃん、もうちょっと前に行こう、はい、あっさびよ、はい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 。母ちゃん、今日さ、うん、母ちゃん見たいって言ってから、うん、え、こんなにいっぱい人が来てるさ、母ちゃんに会いたいってから来てる。そう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 、うん、事前に知らされていなかった会場は驚き、そしてすぐに温かく歓迎しました。泉でしょ、うん、はい、母ちゃんの名前は、はい、だから母ちゃんはね、泉さ、うん、母ちゃんは初子、うん、初子だけど、うん、初子だけど、なんで、泉、え、
初子だけど読むときは泉だわけ。そうよ、そうよ、初子と書いて泉って読むんだよ。私名前何かね。あんたね、うん、あんたは前から男の人ピッチピッチやぶ。認知症って隠すことじゃないですよって言いたいのがあります。もう認知症だからもう終わり、何もできないって思わないでほしい。だからうちの母を見てくださいっていう、こんなに明るい母。泉さん偉かったなと思って、うん、とても感動しました。もう涙出ましたね。やっぱり今後自分がそういう認知になったらという意識が高まりました。まだまだ早いんですけれども、やっぱり自分もそういう形になったらこんなかなと思って、だいぶ自分も勇気づけられました。本当に良かったというか楽しかったです。うん、楽しかったです。はい、これからまたどん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 本当に甘くももっと行きたいですね。認知症と向き合う家族はどこにでもいる今や当たり前の世の中で、辛いこともあるけれど一緒に笑おう。泉さんのメッセージが広がっていきます。どうもありがとうございました。